見ている。雲の中、あるいは雲の下なら見つからない。つまりミサイルは来ない。貴様らでもこれくらいは分かるな。窮屈な作戦だぜ。独房とどっちが窮屈か考えろ。作戦開始。そいつが目標のレーダーだ。周囲の対空兵器も破壊しろ。雲がないところにレーダーが立ってたらどうするんだ。破壊しろ。ただし命が惜しければすぐ雲に戻り隠れることだ。だと思ったぜ。レーダーサイトを破壊。まだ衛星の監視は続いているぞ。ミサイルに気をつけろ。番犬が何匹もいる気分だな。敵のミサイルの誘導には衛星とレーダー施設の両方が使われているらしい。したがってレーダーを破壊できればミサイルは飛来しなくなるはずだ。確かなのか、その情報は。さあラン、身をもって試してみてくれ。トリガーだけに任せとくのもいかん気がしてきた。ならば貴様はおとりとして地対空ミサイルの的になれ。くそ。フォックス2、フォックス2、そこは衛星から丸見えだ。スペア15、雲のある場所へ戻れ。レーダーサイトの破壊を確認した。だがまだ全てのレーダーを破壊したわけじゃない。衛星の監視は続いているぞ。どれだけ厳重にしてんだよ。クソ、俺たちは何かをさせられている。だが何を。任務は危険だが、目隠しで地雷原を走らせるような無謀さはない。お期待をしたな、タブロイド。結局俺たちは地雷原を走らされるのさ。黙れ。その口にする暇があったら仕事をしろ。誰でも知ってるような手口で侵入しただけでな。いろいろと分かった。フルバンド、警告は2回目だ。3度目はない。スペア15、マグナム。ターゲットを破壊。残り2機。パスワードが手に入ってな。少々とアクセスしたらいろいろと出てきた。自分が何を言ってるか分かってないようだな、スペア6。帰ったらあんたに教えてやるよ、マグナム君。情報を持ってないと死ぬからな、今の戦争は。なあ、帰れたらな。雲を使って戦うんだ。勘違いするな。雲に隠れろ、スペア15。アラート解除。常に衛星の存在を忘れるな。スペア15、ロックオン。ミサイル接近。スペア15、開始しろ。
注せず。ミサイルをやり過ごすなら雲の中がベストだ。スペア15、ミサイルが来た。ミサイル誘導システムも機能を停止しただろう。誰か雲の上を飛んでみろ。ランダム機体でやればいい。いい提案だ。続きに浮いてたんだ。見てもらおう。いや待て、どうした、バンドック。こちらは第444航空基地飛行隊、そちらの所属を明らかにせよ。正規軍様、懲罰部隊とは話したくないとよ。おい、レーダー照射を受けてるぞ。 IFM では味方だぞ。ちょっと待て、ちょっと待て、まさか特戦隊だなんて言わないよな。撃ってきた、こいつ、敵なのか。回避するぞ。ロシア軍機、攻撃をやめろ。クソ、こいつらは味方機じゃない。まさか IFF を偽装しているのか。現世代の IFF は衛星経由で統合戦略システムにつながっている。解析は不可能だ。相手はどうやって認識してるんだ。相手は容赦なく撃ってきやがる。ブレイク、ミサイル。マークや機種で見分けられないか。そんな余裕ね。クソ、このままでは全滅だ。前期、一旦雲に逃げ込め、相手の目をくらます。だがその後どうする。メソ IFF に関する情報は最高機密のはずだ。偽装とは信じられん。メソ格闘戦になってまった。ドイツが勝てたら見分けがつかねえ。メソ俺、いや、トリガーの周りに集まれ。何だって、バンドック、トリガーとその周囲の規定を味方として識別登録できるか。この人は何を言ってる。無駄だ、そんなこと。何もしなければ全滅だ。可能だ。よし、全機トリガーの周りに集まれ。変態飛行だ。メソ番頼む。フルバンド、お前はどこにいる。最後尾だ。了解した。新たな識別情報を送った。これで敵は敵と表示される。やれ、全機撃墜しろ。やろう。こんなところで死ぬかよ。ここは懲罰部隊だ。貴様がいつ死ぬかは俺が決める。仕事が早いな、バンドック。胸口を叩いていると死ぬぞ。
任務は成功。